双極の混合型と診断出ましたと。とだから、双極性障害の躁鬱混合状態ってことですね。 今後の間はどのように過ごしたいですかと、えー、だからそ状態行,行動的なんだけれども一方で落ち込みがひどいというかねいう形ですねだから結構危険な状況なんですよね自暴自棄になりかねなかったりとかしやすいということなのでまあ基本的には休職して自宅で療養するそして家族に様子を見てもらうとか薬の管理をしてもらうっていうのがいいんですけどもそれができない場合は入院とかもまた考えるっていうことになりますね危険な状況なのでで通院環境 深くも狭め狭めてる方が望ましいということかなと思います。はい、できるだけあのなんか大きな決断をしないとか行動しないというのも大事ですね。